おはようございます。おはようございます。今日から、おはようき。おはようございます。Good morning。 おはようございます。シャツが、そう。おはようございます。毎日元気ですね。そうですかね。おはよう。いや、これは弟の T シャツです。ここに自分のね、服を持ってきてないんですよ。だから急遽みたいな感じで弟に借りてます。キッスの。お久しぶり、はたぼさん、ありがとうございます。グーテンモルゲン。髪切ったんですね。いや、くくってますよ。昨日はよく眠れた。まあまあです。レモンです。レモンさん、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。5時半から10曲連続配信します。あ、今日はちょっとあれよ、昨日ので疲れたので6時半までにします。筋肉痛です。もうなんかここら辺も筋肉痛、時々見に来てます。ありがとうございます。お、仕事行ってらっしゃい。高弘さん、頑張ってください。弟がバンドのなんか T シャツをね、持ってるの多いん。いつもね、4時半ぐらいに起きてます。今日4時20分ぐらいに起きました。金管、へえ。金管が効く。あ、なるほど。が、ガキが星になるっていうね。シュウさんも仕事行ってらっしゃい。いや、メイクはしとるけどね。睡眠時間いつも4時間ぐらい、違う、3時間ぐらいで、昨日は4時間寝れたんです。最近余裕あるね。余裕なんかないです。私ギリギリで来てますので。ギリギリ、私本当にギリギリなんよ。ほんまに、ほんまに余裕ないんです。もう頭の中いつも、もうこのままずっと3年間ぐらいこのままなんじゃないか。3年間ぐらい余裕がないままで生きるんじゃないかと思ってます。ツアーおめでとう、ありがとうございます。グローツさん、初見ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。
体大丈夫？わかりません。おはようともすけさん。そっか、 Wi-Fi がギリギリなのね。おはようございます。白井のがツアーの岡山行くらしい。へえ、行きたいな。私も参加できるように。ゆってぃさん、おはようございます。おはよう、ハリーさん、ティーナさん。3年間の余裕幅が持てる。いや違う、そのなんていうの、もうゆっくりできる時間なんかこれから出てこんのだろうなっていう意味です。ご当地グルメの堪能の時間もないです。タスカルさん、おはようございます。かなかなさん、ふみまるさんもありがとうございます。ペラペラペラをトゥートゥ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 。とせいさん、こんばん、こんばんは、朝おはようございます。おはようございます。昨日ピアノ配信しちゃった。見てないけど、テロップだけ見た。おはよう、グッドモーニング。あおちゃんのグッドモーニングは聞いたことないけど、グッドモーニングってグッ、グルマネインみたいな。おはようございます、ゆなさん。痩せすぎやないやって、めっちゃ嬉しい言葉やん。嬉しすぎー、ありがとうございます。フォローしてもいいですか？あ、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。朝ごはん何食べよう。味噌汁どうですか？美味しいパン、私も今日食べる予定なんですけど、配信終わったら、ね、食パンをこうくり抜いて、あの外と中に分けてるんですよ。くり抜いてていうか、食パンこうあるのをこれやったとしたら、これをこうくり抜いて、この外枠だけをフライパンで焼くんですよ。で中に卵を割ってチーズ乗せて、でこのくり抜いたこのこっちの方で蓋をする。でこう焼いてひっくり返すみたいなやつが美味しいです。おはようございます。フォローしました、やっぱり推しです。ありがとう、ありがとうございます。ネキのフォロー3,4,000人、ありがとうございます。朝がっつり食べる方、食べんとも生きていけんの私。
だってもうほんまに昨日とか何も食べずに、はい、踊ってマジでどうなるかと思った。もうどこかへ飛んでいくんじゃないかと思った。メイクしてまーす。スイカさんおはようございます。おはくうかさっちんさん、6時半までできます。あれ言わんかったっけ。ご飯、まあ味的にはパンが好きやけど、そのダイエット的なことを考えたらご飯の方がいいので、ご飯派ですね。いや、その健康に考えたらご飯派で、ほんまにそのカロリーとか存在しないみたいな世界だったらパンです。どうですか、朝一の子、そんなね、イメージがつくなんて1年前は思ってなかったわ。握手、次幕張ですね。8月11の、そっか、5分頃から私言ってたかな。まあ、ヘアライトとなさん、私のメイク方法なんか聞いてもね、意味ないと思いますよ。もうとりあえずシェーディングをわーってここに。指原さんがめっちゃシェーディング入れるって言っとって、親近感マックス。めっちゃ撮ってね。だーってぐらい。そう、毎日この時間です。マノさんがコメントが制限されてしまってます。なんぞすら分かりません。どう、なんでだろう、分からん。クーカスアスリートみたいなストイックな感じだね。 アスリートって何の、なんていう、どういう意味やったっけ。見て、そこ見え、ほら、もうこれもこんな適当です。味方がほら、マジですか。分からん、確認できん。福木さんおはよう。名前が気になる人これ。でもそんな悪い人ではなかったっけ。 ST 入る前からメイクなんか好きやったけど、興味あったけど、めちゃめちゃ下手くそな感じでしたね。てかここで、せっかく私の家に帰ってきたから昔の写真を見せましょう。ででーん、おちゃがちゃんやっほー。でもだいぶメイク練習した。 タオル、わかります？いつもタオル私持ってるじゃないですか。2枚目、え、
かなり細くなった、ありがとうございます。確かに自分でもあれを4キロ痩せたんです、あの頃から。コッシーさんお初ありがとうございます、ぜひフォローよろしくお願いします。今日はだって面影あります。ねえ見て、黒目しかなくないですか、怖っ。私の子供じゃないです、私、これは私です。3枚目口元、なんだろう、この顔がこんなになるなんて思ってなかった。鼻がそっくりらしいですねえ、もうじわじわマジでおかしい。ヒゲ、これはお父さんが作ったヒゲ、ヒゲ生やした時期のあ、口が開いてるの。え、でもこの頃から歯でかかったわけじゃないんですけど。おー面白い。何、そら豆ですかってどういうこといいのかなんかじわりますね。これはどれが一番面白いんでこれ、これが結構強烈ルレッサーズやってそうそう、スクショするなら今がチャンスなんですよね。この頃ね、私こうなるの。え、そう、タオル、タオルブームとヒゲブーム。何、眉毛、眉毛この頃からす2枚目と3枚目が面白い。2枚目と3枚目ここにじーって映すとすごいじわじわくる。何歳から、5歳から独学でやり始めましたね2枚目が一番じわります。そう、これでも分かる、これはじわるよねでもじわ、一番じわるのはこれで一瞬で笑ってしまうのがこれでまだマシなんがこれ、大草原やって、言い方、草生えるの強烈バージョン。首が痛い、あー首が筋肉痛だよ。どこにもう傾けたらいいのか分からん。いやいや2枚目が今と同じらしい。2枚目が気合入っとるおじさんにしか見えない。おもろう、ありがとうございます。星投げてありがとう。いろいろ
いろいろあるんですけどね、厳選して選んだ3枚。ダメだ、じわるめっちゃ。デビーグループ好きになったのは小4ぐらいの時ですかね。みんな草生えしてる。あ、草生えるね、これは。そう、厳選の3枚です。なんかそのタオルのさ、タオルの画像がなんかすごいやん。私すげえスクショされとるけんさ、あ、タオルの写真やったわと思って、特別です。厳選うますぎて。山ちゃんが大爆笑なんやけど。お母さんと選びました。てんててん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 。くくちゃんが AKB の曲戻り出した時は嬉しかったよ。ほんまですか、嬉しいね。それが今も STU です。いつものカフェでアルバイトしている気分。でもこれ 3枚が最強に。なんなんこの決め顔みたいな。比較や。この顔。これ口を開けたらいいんですか。本当にまさか48グループないと思ってなかったから嬉しい。ほんまですか。それはそれは嬉しいです。こっちも。あ、いってらっしゃい、タイメスさん。あ、モバイル会員入会してありがとうございます。ブログも見れますね、私のブログ。ちょうどというか昨日更新されたので、もう多分5回4回ぐらい更新してるので見てください。顔綺麗だねって。なんか分かった。なんかクマムシのあの佐藤さんじゃない方の感じがする。今誰かに似とるって思い出してせんね。え、クマムシのあの「イエーイクマムシ佐藤」じゃない方、歌う方、歌う方どっちだから、特別なスープをの人みたいですね。ほんまにほんまにそれやん。それ今度拡大して持っていくね。うん。その写真は握手会で展示するのですか。面白そう。もう盛り付け、盛り付けなんていうのや。飾り付け。あ、飾り付け。何も。あ、ブログ読んでありがとうございます、タイミスト。いや、なぜ急にって、そら家に帰ってきたからです。そう、不思議に一緒ですよ。
ブログもまめ、もばめじゃないわ、モバイルサイトに登録しないといけないんですよ。みんなさ、佐藤さんの方をさ、クマムシの佐藤さんの方をさ、なんか歌ってない方とか言うけど、私は佐藤さんじゃない方ってわかる？おはようございます。けんけんさん初めて来ました、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。なんだっけ、なんか長谷川さんだったっけな、歌う方。そうそう、やーパーティーペオンで This is 熊本佐藤みたいな人です。そうなんですよ。何だっけ、あったかいんだからじゃない方ね、やったよね、うん、あー YouTube でやったんよ私、クマムシさんのやつ。あー忘れた、誰か思い出してくれ。何だっけ、あのあったかい中じゃない方をやったんよね。何だっけな、すごい癖のあるようななんかネタだったんですよ。あったかい中じゃなくて、ああ分からん、あ、なんだし、あ、あそうそうそう、チョコレートみたいなふわ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 ファンタジー、いいや、やったやったああもうやば、思い出す思い出す。そう、動画サイト時代の時にね、なんかクマムシさんのネタもやった。なんであれやったんやろ、面白い気にやったやってたね、そう。じゃそろそろ歌おうと思います。夏には不向き、あーなんで、いや、あったかいんだから、オッケー、しばキラキラハピネスとギャンカはスマイル、懐かしい。じゃあ1曲目いきますね。1曲目はマックス時です。
私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人連れて帰る。あなたと一緒に歩きたい。たん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 。季節の移ろいは成長してゆく。ここにいている。いろんな花を咲かせながら、時には思い悩んで大人になってゆく。鳥の空の下から見守ってくれた誰かの存在、支えになった。大地は新しい芽を出す。苦しいことも悲しいことも喜びに行く。笑顔になれる。いつだって安らく。たん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 。未来はいつも優しくて風景が不意に滲んでくる。夢が叶うとその想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる。あなたと一緒に歩きたい。ありがとうございました。ね、昨日みたいにトークしとるとね、時間がなくなりそうなので、今日は早めに行きますね。靴音が懐かしい。わかるわかる。パチパチありがとうございます。元気になった、よかったです。じゃあ2曲目いきましょう。
じゃあ2曲目はエブリデイカチューシャです。
ありがとうございました。小島ちゃん、ありがとうございます。コロッケ、なんかすげえ、何の話、ハム、メンチカツ食べたくなるじゃないか。ハム、ハム、あ、エビカツからね。いや、ちょっと長いけんさ、入らんなと思ってテロップに。バイト頑張って、ムックさん。ミニバンドさん、おはようございます。じゃあ3曲目いきましょうかね。だと思ったわね。じゃあ3曲目は絶滅黒髪少女です。
ん。ありがとうございました。ありがとうございます。ね、ロングだった頃が嘘みたいやな。え、せや姉さんですか？あー確かに。なんだよ天然記念物ジャガちゃんって。今私も黒髪少女ですよ。絶滅黒髪青年。今ね、4曲目ですね。次4曲目です。私10歳ぐらいなんかな。すごいな、めっちゃなのね。なじゃあ4曲目いきましょう。カーライブは参加するの？分からん、聞かされてない。数えてないけど香川で出させてくれんかったらもうあれよ、なんてっけ、積んだわってなんだ、積む、わからんけど、ショックですよね。じゃあ昨日の夜、新しく覚えた曲3曲披露したんですけど、そのうちの1曲やりますね。週末ノットヤットです。おーおーおー信用ぜ、それまでお待つけどけ。駅人混みの中、背中を押されて切なくなるよ。そのぬくもりに思い出すんだ、君は何をしてるのだろう。離れて暮らす僕たちの日々は、ビルの恋人たちは会えない時間に愛を深める。
泣ける、あー、なんか ありがとうございます。ありがとうございます。床のことですね。ありがとうございます。これめっちゃ好き、この曲ね。あ、見てます、マナさんのコメント。ひでちゃん初見です、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。ちょうど今各ボーチューブで見てた映像がショールーム、へえ、すげえ。あ、48グループファンさん初めて来ました、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。5曲目いきましょう。5曲目じゃないわ、6曲目か。まあな、ポーの意味ないけど、うっとりしね、何回も。
ビッグカツさん、ありがとうございます。猫のアバター、次はラブ修行です。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日からあなたにラブ修行を。しながら恋をしなきゃもったいない、女の子たちの特権じゃない。知ってみると理想とのそのギャップ楽しいだけじゃない、忍耐よ厳しさ。始まらなければ傷つくこともなかった、孤独も感じなかったでしょう。人を好きになったからこんなに険しい道で、悟るまであなたにラブ修行を。どんなに悲しいことがあったって、どんなに寂しいことがあったって、どんなに苦しいことがあったって、ことがあったって、どんなに傷つくことがあったって、目と目が合った瞬間こうなる運命だった、涙をいくつ乗り越えればいいの。人を好きになるって切なくあの日からあなたにラブ修行を。
とうございました。泣きそうだったって。目から汗が吹き出ますよやってよし、これはあれだな、え、これは押すべきのやつ？え、もうあれよ今、うん、香川出身、わー水野ラムネさんありがとうございます。じゃあね押すべきなやつわかるやんね。あ、やばい時間がないぞ。じゃあ次7曲目かな。高根の、あ、言ってしまった。昨日覚えたうちの3曲の3曲のうちの1曲ね、やります。高根のリンゴ、ここは、あ、アクシデント中風、ここはローリングなんだ。タタ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 タ。あ、めっちゃ軽かった。じゃあ、魚に入れていきます。タタ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 タ
チベーション汗の分だけ汗の分だけ美味しいんだタンタダどうせ減るのなら一を狙え誰も羨む最高峰どうせやるのならランクを落とすなたった一つの目標目標高値のリンゴよタンタラタンタタンタラタン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 ありがとうございました。35億。質問です。クミちゃんは味のしなくなったガムをいつまでもいつまでも噛み続けますか？新しいガム食べたくない？テレンテン男はガムと一緒、味がしなくなったらまた新しいガムを噛みればいい。だって世界中に男は何人いるの？高値のリンゴ35億なんですかね。高値のリンゴ何円だと思ってるの？35億。似てるってありがとうございます。昨日高野リンゴ見ててタイムリーありがとうございます。じゃあ次これこの曲いきます。何してはるんですか？まあ思うよな、いきなり来た人なんだこらみたいな。テロップ見てさ、高野リンゴしとんやと思って来たらさ、何見ると思ってるのって言ったら、僕を天
ほしい。君の前では心臓がバクバクし始めて、僕は一言がやっとギブアップ。精一杯夢より長く独り占めできるこの時間続いてほしい。夢より長く君と話したい。憧れのペラペラ次の機会に今日の天気予報話してみよう。それだけだって僕にしてみれば命がけさ。誰もどうして大好きな人の前ではたった一言が言えず、落ち込むの恋まで遠く片思いのまま、ときめきが切なさになる恋まで遠く君におしゃべり自分。今はまだよそよそしい自分、きっかけが欲しいんだ。無駄話できるくらい仲良くなりたくて知れたい。少しずつこの想い伝えたい。そう君にずっとこのカフェに通うから、夢より長く独り占めできるこの時間続いてほしい。夢より長く君と話したい。憧れのペラペラペラを現実は自分。ありがとうございました。そうや、ありがとうございます。あ、仕事、回転のあるさん仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。できている。じゃあ8曲目いきますね。まさかシンガポールです。見たことがないくらい青い、
出しのその強さのせいも違う初めて来たなんて美しい街並みだ歩くとすぐ汗ばんでくるこの暑さこそ外国の情熱だと思う君が送ってきたラインにちょうど一人になりたいのなんて急に勝手なことを言い出したのはなぜどういうことか知りたいまさかシンガポールこんなところで諦められなかったハッピーエンドはどこにあるというんだタンタランタ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 ンきっと試されてるこんな運命に踊らされて私のあの特集を見て今君がここだそう君に会ってどうしたいのか何も考えてなかったけれど僕はパスポートだけでにし ありがとうございます。マオさん初見ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。
ぬきさんもおはよう。君はどうしてそんなに綺麗になったの？ずっと青いままでよかったのに。驚きマンゴー、驚きマンゴー、青春は駆け足だ。キスしてみたいけど、で電池電池手を伸ばさないよ。タンタ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 タン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 。恋はいつでもきっとストイックがいい。夢の中でずっとおばづけのまま、意外にマンゴー、意外にマンゴー、ロマンスが早すぎる。まだまだまだ泣きゃしてマンゴー、みずみずしい青春果実、いつの日にか大人になったら君のことが好きだと言いたい。タンタ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 タン。ありがとうございました。最後の曲いきます。急ぐぞ。最後は波乗りかき氷です。青い
る得意げなところが砂浜忘れてるよ。テレテ大きく手を振ったのにまるで気づいていない。自由な飛び魚だね。ちょびりすねたふりして愛を裏返して背中でもエコを誰か手を貸してサンオイルを濡れないから波乗りかき氷あなたが好きなもの他の何か目に入らない。波乗りかき氷あなたが好きなもの目には私を好きになってね。タラタラタラタン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 。やっと帰ってきた濡れた髪のあなたは勝手に満足げね。タラタンメロンのかき氷を食べながら笑った頭がヒントするよ。好きなものに囲まれてあなたは幸せでしょ。少年のように空の太陽に嫌味を言ってみても、山盛り待ちぼうけ二人はどうなるの。後になって寂しくなるよ。山盛り待ちぼうけ二人はどうなるの。いないと困る。見つめを思い出してでで波乗りとかかき氷とか共通項はどこにあるのだろう。私じゃダメかな、私じゃダメですか。一番じゃなくても構わないからね。波乗りかき氷あなたが好きなもの他の何か目に入らない。波乗りかき氷あなたが好きなもの三つ目には私を好きになってね。夏が終わる前にありがとうございました。10年もんがお茶がうってきてしまった。ありがとうございました。まあ戻れんコメントが。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれで終わりにします。今日ね、今日6時半に終わる予定だったのでね、ちょっと昨日のでちょっともうあれなので、ちょっと疲れたというか、疲れたと言ったらあれやけど、また来るね。ありがとうございます。飛ぶやつ、あーそうなんですよ、飛ぶやつね。私ダメかな、私ダメですか、私じゃダメかなのやつさ、あれなんよ。広島ではさ、狭すぎてできない。
のよ。でピョンって飛んでさ、ドスンって言うけんさ、降りないの。私じゃダメかな、私じゃダメですか、一番じゃなくてもです。いや、ここ広いけんできるやんと思って。ありがとうございます。初見です、ファンになりました。わー、フォロー失礼します、失礼しますとか、もうフォローしてくださいありがとうございます、失礼します、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、私じゃダメか、その広島で飛んだらぶつけそう。何を安心するのか。じゃあ終わりにしますね。あ、今日夜ね、もしかしたら6時ぐらいなのかな、なんかコラボ違うわ、なんかまた配信できるかもしれん。また見に来てください。ビデオの疲れも吹き飛ぶよ、いつもありがとう。なんだ今日、赤ちゃんみたいな顔だねって、なんでそれ。これですかね、特別配信。6時、夜6時ぐらいから特別配信できるかもしれん。タオルの写真です。こちらもタオルの写真です。もう爆笑、もう爆笑なんやけどあー、これも厳選した3枚です。クマムシの佐藤さんじゃない方みたいな感じ。かわいいやつ。あ、フォローさせていただきました。ありがとうございます。マスターレオンさん。睡眠時間短くて大丈夫なの？大丈夫じゃないですけど、まあまあ。スクショなら今のうちです。これ字あるよな、これ。これは普通にまあ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 、それが一番可愛い。うん、それのイメージやったんやけど。ああ、タオルの、うん、そして強烈なこれで今日アルバム見たらその2枚があった。一緒ですか顔ツヤ顔ですかね、これ。まあこんな感じです。せっかく家に帰ったからね。じゃあありがとうございました。そうですね、2日間3日間かな、ありがとうございました。ここでできてよかったです、ありがとうございました。フォローしてくれた皆さんもありがとうございました。バイバーイ。あ、配信終わりにしようとしたテロップのとこ押してしまった。バイバイ。